めっちゃうまっ。わあ、食材買うの忘れた。でもまだ7時34分だからな、スーパー開いてないな。本編先にやっちゃおうかな。どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。動画にいただいていたコメント欄で、その韓国旅行に行く時のそのパッキングちょっと教えてくださいっていう風なコメントをいただきまして、そうで僕もあシェアしたいなーっていう風に思ってました。今回は旅行に行く時のパッキングをちょっと紹介したいなという風に思います。じゃあまずはこれがないと生きていけないよ、生活を送れないよっていうものをちょっと並べていきたいと思います。はい、まずはこの3つですね。パスポートに関してはもう言わずもがなですよね。もうこれなかったらまず韓国行けないしっていう。ちなみに僕は前オフショア関係の、まあ、僕そんな稼いでなかったんですけど、香港に口座を開設しに行くっていうことで、まあ、その知り合いの人と香港に行く予定だったんですけど、なんと僕その時パスポート忘れたんですよ。で香港行けなかったんですっていうぐらい僕結構ドジなので、これだけはもう忘れないように、今回は忘れないようにちゃんと持ってきます。でまあ当たり前ですけども、お財布と、あとはもうこれ持ち運ぶのめんどくさいからもう体内に入れたいぜって思っちゃってるスマホです。これも必要なんで持ってきます。次にこれを持ってかないともう仕事にならないよっていうやつを並べていきたいと思います。はい、並べてみました。正直これがあれば生活はできるし仕事もできるし、もう正直これだけで十分なんですけど、ただ今回のその韓国旅行は2泊3日なので、まあ、着替えは必要ですよねと。うん、まあ正直これぐらいあれば大丈夫だと思います。あとはもうホテルで洗濯します。てなわけでこれらをパッキングすると、はい、パッキング完了です。正直に言っちゃうと余裕です。韓国に行くのと吉祥寺に行くのと変わんないです。ただ一つだけ僕には悩みがあります。聞いてくれますか。それがこちらでございます。憧れてることがあるんです。それがこれ、スーツケースを相棒にして世界中飛び回ってる人って僕すごいかっこいいなって思うんです。見栄を張りたいとかステータスっぽいっていうのもまあ 5% ぐらいはありますけど、でもそれ以外は単純にああなりたいなって思ってました。ちなみにうちの家族は全員海外に行ってそのスーツケースにこうシールなんか貼られますけど、旅行から帰ってきたらそのシールを綺麗にアルコール塗って剥がします。まあとは言っても正直このスペースがあるんで、まあ、こういった、撮影機材持ってったり折りたたみ傘を持って行ったり、電源タップ、これはパソコンとカメラとスマホとって結構同時に充電したいのでこれも持っていきます。あとはこちら何でもボックスなんですけど、こういった感じでとりあえずもう必要なものはいっぱい入ってるし、こっちにもまだ全然収納スペースがあって、ここ外付けハードディスクしか入ってないんですけど、まあ、こういったものあれば便利ですよね。なのでこれも入れていきます。あとは男のエチケットリセッシュ持ってきます。あとアメニティはホテルに揃ってるのでいらなくて、あとは足の匂いにはこれ、グランズレメディって言うんですけども、これはもう最強です。本当に最強。じゃあこれ持っていきます。いや、そういうことじゃない。なんかもっと大切なものがありそうな気もするんだけど。じゃあちょっと一回中身がどんな感じになってるのか開けてみましょう。はい、
これが僕が2泊3日で韓国に行く時のパッキングです。あ、そうそう、ちなみにあとこのカメラもちゃんと持っていくつもりです。まあこれだけあれば本当に十分かなと。あ、さっき言い忘れたんですけど、このメントレもメントレノートもちゃんと僕は持っていきます。毎日これもう何ページ書いてるかわからないんで、はい、持っていきます。で、そうですね、うん、はい、以上ということで、じゃあもうこれをパッキングしたいと思います。完成しました、はい、でまた9時9分ということで、まだスーパーが開かないので、そう、食料が買いに行けません。なのでそれまで仕事先に連絡したり、コンサル生さん連絡したり、メントレやったりして、ちょっと時間を潰したと思います。それではいい時間になったので食材調達行ってきます。今日最高にいい天気ですね。のどかですね。平和ですね。じゃあ作っていきましょう。まずはオートミールを適量入れます。次にこの栄養の塊であるニンニクを2片投入します。水を適量入れます。で、スイッチを入れますと。で、蓋をして待ちます。とその前にこのつゆの素を適量入れておきます。はい、で、大体できたところでこのネギを投入します。ちょーで、そしたら次にこの卵2つを割っていきます。混ぜていきます。はい、できました。で、ここにこのカニカマを入れていきます。まあ、もちの論で全投入ですけどもね。はい、じゃあいただきます。ではでは、すいません、鍋ごとですけど、いただきます。うまい。オートミールなのでお粥みたいな食感になって、めちゃくちゃ優しいです。ちなみにあの味はネギと卵とカニカマ使ってるので、味だったり風味はチャーハンです。はい、うん、なんかチャーハン粥って感じですね。最後の一口いただきます。うまっ。チャーハン風味のお粥、ごちそうさまでした。美味しかった。あ、そうそう、あと先ほどお伝えし忘れたことがあったんですけど、あの逆に持っていかないものっていうのもちょっとシェアをしたいなというふうに思います。こちらです。カード入れです。あの向こうにみずほ銀行だったり楽天銀行のキャッシュカード持って行ってもしょうがないな。クレジットカードに関しては向こうでも必要になるかもしれないだ、まあ大丈夫だと思うんですよね。そう、なので今回このカード類は向こうで紛失したりするこうリスクを考えた時に、まあこっち置いておいた方がいいなということで置いときます。で、あと最後に持っていかないもの、まあ持っていけないものですね、はこちらでございます。ドラちゃんです。そう、僕も行きたい、僕も行きたいってこう視線を送ってくるわけなんですけど、かさばるし、ただの置物だし、ドラちゃんはちゃんとチャンネル登録者数1万人いって断捨離プレゼントする時のために汚さないようにしとかないといけないので、これは置いてきます。はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ今回ちょっと初めはもうあのこの上の部分だけでもう全然いけるよっていうふうに思ったんですけど、目指すべき
こういうのがあったので、じゃ今回これも追加で持っていきますと。でこれ持っていくならじゃあもうちょっとこう荷物持ってこうみたいなそういう感じで最終的に普通のパッキングになってしまいましたというお話でした。今回の動画ちょっとでも面白かったです、参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。韓国いつ行くんだよっていうふうにあなた思ってると思うんですけど、明日行ってきます。まあ明日って言ってもその夕方出発なんですよね、ちょっとまあある事情で、まあそれは明日話しますけども、ある事情で明日の夕方出発なので、そうなんでそれまで時間が空くので、またそこでスッキリ空間を探す旅みたいな感じでちょっと動画を一本撮りたいなと思ってるんで、はい、ぜひその動画も楽しみにしていただければと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。ノラちゃんいじけんなよ。